はい、どうもこんにちは、沖縄の鈴木です。さあ、今日もやっていきましょう。ポケットモンスターシャイニングパール。つうわけでね、やっとね、図鑑、はい、全部埋まりました。151種類中、捕まえたのは63匹なんだけど、151種類、全部埋めることに成功しました。なので、こうやってね、評価を見ると、はい、信用で見つけたポケットの数151か。なるほど。信用すべての僕に出会ったっすよ。はい。一度私の研究所に来なさい。待ってるぞ。つうわけで。なじ、行ってくるっす。研究所。行くよ。あー、長かった。最後のミノムッチの進化が、大変でした。はい。ミノムッチ集まらないの、全然。うん。今から店に行くとこだよ。さあ行こう。こんにちはっす。うん。はい、店に来ました。よし、見事だってさ。ああ、よかったよかった。うん。あれ？大木戸博士。うん。顔は？顔出ないの？うん。おい、大木戸博士、背中向けてるんじゃなくて、こっち向いて。あ、やっぱり大木戸博士、よしよし。おー。実にグッドなタイミング。ほい。マジか、やっとこれ全国図鑑にパワーアップ。よし、全国版にバージョンアップしました。ハマナスパーク。おぉ。わかったっす。ハマナスパークって何？うん。何がスパークしてるんだろう。ポケトレを手に入れた。ポケトレってなんだろう。うん。おぉ。よし、ちょっと見てみよう。図鑑が？なんだこれ。おいおいおい。今度は何種類あるのこれ。ちょっと待って。ちょっと待って。これ埋めるには。ちょっと待って。490種類。490種類中150件しか埋まってない。評価を見ると。まだまだ全然ですよ。頑張ろう。さて、じゃあそのハマナスパーク。行ってみるか。あ？何これ？はい。何？ありがとう。おう。やだ。めんどくせえな。まあ、それも行くか。おい。妹、ああ、はいはい、いたよ、確か。それだけ？確か、どっちの家だっけ？こっちだっけか。ここだよ。これなんかいなかったっけ？妹。これだよな。これだよなって。大量発生。へえ。わかった。ほんとマジで、浜田スパークってどこにあるの？おい、浜田スパーク。ちょっとわかんないんで検索してみたら、どうやら福井県にあるそうです。福井県に浜田スパーク海水浴場っていうのがあって、違う。さあ、じゃあとりあえず行ってみるか。うん。マジでするとこっちらしいんだよ。へ？なんでこんなところで、エムイトは。どうしよう、捕まえる。よし、こんなところで出てくる。ちょっとびっくりした。うん、倒さないように。逃げられたっす。
はい。というわけで、この辺がね、多分ね、浜那須パークになると思います。来方は、結局ここから、マサコタウンからね、ちょっと下に降りて、で、右に曲がったところ、221番道路。多分この先にあるんじゃないかなと思うので、ちょっと早速行ってみようかな。あ、モンスターボールがあるわ。甘い蜜。はい。多分この先にあるんじゃないかなと思うんだけど、スルー。あ、ダメだ。コレクターより先に行くなんて許せないぞって言われてもな、困ったもんだ。ヒポポトス。しばらくは、この浜那須パークにこもって、ポケモン探しかな。どうしよう。図鑑埋め？どうしよう。ちょっと考え込んじゃった。さあ行くぞ。浜那須パーク、やっぱりここだ。よし、ここはポケセン。おう、来たっすよ。うん、ここだ。ここが浜那須パークじゃよ。ここは全国各地、関東や本園などに特別な縁があると言われておる場所じゃ。また地下とも、すげえ地下もあるんだよ。はい、化石掘り。うん、了解っす。で、ポケセンは何くれんの？あ、ポケトレカウンターなんだこれ。ほう。ポケトレのランク。あ、はい。白帯市にいる。了解っす。うん。じゃあ、さらばっす。回復は？回復はしてくんないの？回復、ちょっと。回復はどこで？いつも食べてる。ああ、わかった。あれだよ、あれ。あれ、あれ。ちょい。どこで回復したらいいの？上かな？回復。あれ？回復してくれない？ああ、写真撮る。いいね。困ったな。回復はどうすればいいんですか？このおっちゃんがしてくれる？うん。回復してくんない。困ったぞ。回復は？回復マジない？で、ここがその浜那須パークってやつだそうですが、とりあえず回復は、あれ？マジで回復ないのかな？まあ、しょうがない。はい。つうわけで、まあ、今回はとりあえず浜那須パークついたってことで、こんなところで一旦お願いします。まあ、よかったらね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それじゃあ、またね、バイバイっす。